発見ツイッター探偵団。今話題のツイッターをピックアップしてご紹介いたします。ツイートしたご本人に出演交渉するかもしれないという体当たり企画でございます。新しい週間の始まりです。本日もどうぞ皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。本日のお相手、吉田浩一郎中野区議会議員です。よろしくお願いします。お願いします。そして MC は今日も長尾隆前衆議院議員です。よろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いします。いや、今日も暑かったですね。もう9月も半ばということでありますけれども、いやもうね、今日はいろいろと話も広がると思いますので早速中身に入りたいと思います。沖縄県知事選挙9月11日、行われました。まあ多少なりとも予想はされていたもののですね、玉城デニー候補が339,767票を獲得をしました。佐喜眞淳候補は274,844票、下地候補は53,677票ということで、沖縄県知事選挙このような結果になったわけであります。これを受けてもうすでに出ておりますけれども、平井浩二さんが沖縄県民はウイグル、チベット、香港と同じ道をたどることを決めたのか残念だ、沖縄県知事選、玉城デニー氏再選、辺野古めぐり国と対立、まあ、日経、新聞の記事を紹介されました。まあ、まずはこの選挙結果全般受けて、吉田議員いかがですか。もうひたすら残念ですね。私もこういう結果にならないように、本当に中国の、本気の、工作と脅威というものについて一生懸命ですね発信をしたつもりでしたけれども、まあ、本当に残念ながら力及びませんでしたと。で、まあ、いろいろ勝因敗因の分析ありますけども、まあ、やっぱりね、下地さんが、まあ、出たことで保守分裂になったと。で、下地さんの票を入れればもう1万票ぐらいの差でですね、すると本当に1対1のどっちが勝つか分からないような勝負になると、まあ、勝ち馬効果っていうかね、今回はもう下地さんが出た時点で、まあ、デニーさん勝つんじゃないのみたいに、じゃあ勝ち馬に乗っとくかみたいなことが起きなかったのではないだろうかと、ということも含めて、まあ、本当に自分のことしか考えない人がいると、本当、地域全体、国全体が破滅に突っ込んでいくことっていうのはあるなということをまあ思いましたと。で、あるいは、今回その、自民党の支持率も例の統一教会問題みたいな、沖縄と全然関係のないところで、まあ、変な人たちのプロパガンダにですね、自民党の保守の選挙も巻き込まれたような形もあってですね、まあ、こういうところでも、まあ、変な人たちに、良識的な、考えが、まあ、負けてしまったということがあると思います。で、今後のどういうその、政府は対沖縄政策をやるべきかみたいなことはまた機会があればですね申し上げたいと思います。とにかく、残念の一言です。ありがとうございます。まあ、保守分裂選挙でありました。で、下地議員が出ていなかったらっていう、まあ、たられば議論っていうのは、まあ、選挙の後は厳禁と思いつつ、まあ、やっぱりどうしても足し算引き算考えてしまうわけですね。まあ、53,677票の下地議員の票が、まあ、出なかったらそっくり佐喜眞候補に入るなんていう、まあ、そんな単純なものでもないと思います。まあ、佐喜眞候補と下地候補を足しても、まあ、ギリギリたどり着くかたどり着かないか、玉城候補の票にですね。ただ吉田議員がちょっと触れられましたように、ちょっとね、まあ、ムードという点ではね、まあ、選挙っていうのは戦術については緻密でなきゃいけないけれども、意外とこうお祭り的なムード、まあ、こういうものも大きく左右されますんでね。いや、本当沖縄本当に心配であります。
話の途中ですけども、大佐藤さんから200円のスパチャ頂戴しました。ありがとうございます。ありがとうございます。諦めるわけにはいきませんが、でもこれ民意がこれじゃ点点点ということですね。これ公明党の票ってどこ行っちゃったんですかね。どんな分析をされます。ちゃんと佐喜真候補に入ったちゃんと世論調査もしているところの数字見たいですけども、いろいろそのツイートとか SNS を見るとですね、少なくとも一部の方はデニーさんの応援に入っていたようですね。うん、スタッフさん2番のツイートを紹介していただきたいと思います。ガンジャスタさんのツイッター、まあ学会員は玉城デニーを応援してました。彼らに池田教が誤見が全てなんでと、まあ、確かに、象徴的な旗を掲げている方がデニー候補の写真に写り込んで、おりました。まあたまたまこういう柄の旗を、立てられていたのかどうかその辺は定かではありませんけれども、まあ、自民党と公明党が推薦をした佐喜真候補だったということなんですけれども、まあ、やっぱりここでもね、キャスティングボードを公明党が握っていたのかなと、そんな気持ちが排除できませんね。これやっぱり沖縄の独立の運動なんていうのはやっぱり本気でやる気なんでしょうね。玉城知事はいかがですか。あの人は、まあ、独立って言い方はしないかもしれませんけれども、うん、まあそのまあ、彼の言葉でそのアメリカや日本からなんか沖縄を取り戻すみたいなね、発言をしているところを見ると、まあまあ、それに近いことを、少なくとも、腹の底ではね、まあ、要するに大きな日本の一部じゃなくてちっぽけな島国の自分は王様になりたいみたいなことはきっとあるんだと思います。で、そしてそれをそそのかす人というのもいて、まあ、例えば菅直人っていうですね、まあ、変な人がいるんですけど、この人もかつてですね、沖縄独立した方がいいよと、まあ、デニーさんにこう、まあ、囁いた証拠っていうかね、まあ、残っている。まあこういうの本土の側にも頭のおかしな人ってのは、まあ、ちょろちょろいるわけで、まあ沖縄のほとんどの人はね、独立したいなんて考えていたらほとんどいないんですけど、いろんな基地問題とかいろんなことに絡めて、とにかく、まあ、日本政府やアメリカあるいはさまざまなことにこう信頼を置けないっていうようなその、メンタリティを育てられている部分があるんですね。そしてそれと同じぐらい本当はそれ以上に恐ろしいはずの中国に対する警戒感を全然麻痺させられていると、こういう状況もある中で、まあ、どんどん論理的でない変な心情にね、沖縄の人がこう、まあ、持っていかれていると、まあ、そういうことが今回の選挙結果でもですね、なかなか払拭できていないなということが残念ながら分かったと思います。吉井議員は沖縄フォーラムにも参加されていらっしゃいますけれども、これだけ地政学的に安全保障の要であるっていう中で、まあ、安全保障よりもやっぱ経済問題がどうしても選挙の争点になるっていうのは、これはどういう理由だっていうふうに分析されていらっしゃいますか。これはですね、ズバリ我々の、フォーラムで、まあ、いろいろ実地分析して考えているのは、先ほども話題に上ったですね、実は公明党が保守陣営の、政策決定に実は大きなですね、悪影響を及ぼしている部分が少なくとも沖縄についてはあるんですね。というのは、日本全体の、公明党というのは普天間基地の辺野古移設に賛成なんです。ところが沖縄の、公明党だけですね、反対の立場で、これを実はその、日本全体のというか東京の、公明党は、まあ、簡単に言えば、黙認している、こういう状態というふうに、政治の世界ではですね把握しているんですよ。
で、その沖縄の辺野古移設に反対するような公明党の人たちが、自民党、自公で選挙を一生懸命やりましょうというときに、我々は辺野古の移設に反対だから、それを公約とか争点とかあまり目立たせないでくれと、日米安保とかですね、中国の脅威とか、基地問題、こういうのを前面に立てないでくれと、まあ、こういうことを、沖縄の自民党には言っていて、そこで、個々の候補者にはこれを前面に打ち出したいという、候補者がいても、これまたね、東京の自民党から指令が下りて、いやいや公明党さんにちゃんと配慮して、そういうその尖ったことをするなと、公明党さんも気持ちよく協力してもらえるように経済問題だけ言いなさいと、こういう指令が東京から行って、そこで争点がよく分かんなくなっちゃってですね、経済問題だけ論じていると保守も革新もほとんど言うこと変わらないというか、逆に中国の人いっぱい入れて、中国の人にいっぱい土地買ってもらって、中国の人にいっぱいビル買ってもらって、お金落としてもらいましょうっていう革新の方がなんだか景気がいいみたいな、経済対策としていいんじゃないのみたいにですね、経済だけを、安全保障を考えないで経済だけを争点にすると、そういうこうなんか超念点みたいな状況に置かれてしまうということもですね、沖縄の自民保守陣営のジレンマというか、これがずっと敗因になっていると我々のフォーラムでは分析をしています。まあ、国の側もね、お金だけ渡してりゃいいだろうっていう、そういうね、まあ、安直な考え方があったと思いますよ。今回ね、森山選対委員長、自民党のですね、この敗北についてね、こんなね、フレーズを口にしてるんですね。地方自治体の首長選挙なので国政に直接影響することはないと。辺野古への移設は国の方針として決めているので、さらに県民の理解を得られるよう努力することに尽きる。まあ、後半の部分はいいんですけれども、これ国政に直接影響しますよね。外交安全保障、ね、国政の話なんでね、やっぱりこれはちょっと非常に選挙結果を重く受け止めているという割には、選挙の勝ち負けではなく、我が国の安全保障の将来が本当にがらりとこれから軌道修正されることなくですね、このまま行っちゃってるっていう、そのちょっと危機感がね、あまりにもなさすぎるなと、まあ、そんな印象を受けました。まあ、ちょっと長くなってしまいましたけれども、それではちょっと戻って3番お願いします。同じく縮れ麺さんのツイッターなんですね。高井康之さんというですね、元東京地検特捜部の検事の弁護士の方が、これは BS の番組ですかね、プライムニュースで、まあ、一連の統一教会問題についてこのように発言されていらっしゃいました。日本はいつの間に全体国家になったんだ、法律家として言えば合法的な存在、まあ、旧統一教会のことですね、宗教法人格を持って統一教会の人たちは政治から排除しろと、あの人たちだって有権者だし基本的人権を持っている、民主主義国家のやることか、地方議員も調査しろって思想調査じゃないかと、極めて違和感があると、まあ、この前後のちょっと動画も私見てみたんですけども、まあ、相当この高井弁護士が発言される前に、まあ、中妻明さんなどがですね、徹底的にもう旧統一教会吊るしをされたようなんですけども、まあ、それを受けて、まあ、高井さんも旧統一教会のことの全てを肯定してるわけじゃないんですけども、法律家の立場から現行法では、まあ、こういう解釈しかできないので非常に違和感があると。いう発言をされていらっしゃるね。まあ、中野といえば長妻明さんなので、ちょっとこの辺吉田議員にコメントいただけますか。これですね、これだけで独立でちょっと論じてる関連でどうせ同じ文脈の話が出るので、次の長野先生の、3問に関するツイートも先にご紹介いただいて、合わせて申し上げさせていただけると嬉しいんですが、じゃあ紹介して喋ってください、はいはい、僕の方ですね。これは長尾先生、はい、じゃあちょっと出してください、
はい、長尾先生のツイートですね、サンモニ指揮者島田紳助さん例に、民間なら引退、旧統一教会は、反社反日というですね、これ、デイリーの、記事を、引用されて、サンモニさん、勝共連合に触れてからこういうことを言えよというふうにですね、コメントをされていて、でこの元記事というのがですね、サンデーモーニングと今例 の, 悲惨な朝 の, 番組があるんですけれども、ここでですね、寺島実郎という、人が、コメンテーター、としてですね、いろんなことをおっしゃってですね、とにかく、この寺島さんという方、日本総合研究所会長っていう、要するにこう非常にこう、きちんとしたところにいるはずの人が、いつも変なこと言うんですが、統一教会は反社会性、そしてもう一つですね、反日性、朝鮮半島を支配していた食材でもって日本は金を出すべきだという形で入り込んできた、反日性と、この2つの観点から反社会性と反日性という観点で大問題 でこういうところは、こういうところと付き合いがあったら民間だったら島田紳助さんが反社の暴力団と、付き合いがあったから引退したように、皆さん引退しなきゃいけないというような主張を、テレビでしたんですね、この寺島実郎さんという人。じゃあこの人が反社会性と反日性でもってじゃあ議員に引退を要求するというんであれば、朝鮮総連と関係のあった、あるいはさまざまな中国の反日組織と関係のあった、旧社会党、旧社会党、今の立憲民主党、あるいは今の共産党、さまざまな議員は即引退しなきゃいけないということになると思うんですが、サンデーモーニングでは一切そういうことを論じないんですね。でそしてこれと先ほどの、高井、東京地検の元の検察の方のコメントと合わせて考えれば、左翼のやっている、長妻議員などもやっているですね、その、統一教会、叩き、そしてそれに、連座して自民党を潰しというようなことをやっている、本当はそのまま自分たちが、北朝鮮、中国、そういうようなものに絡んだ反日性、反社会性、こういうものに照らしてですね、自民党が、統一教会について、いろんな調査をして、関係があった議員というのを発表してですね、今後は関係持ちませんというようなことをやったのと同じか、それ以上にですね、日本人拉致したような組織というかですね、という人たちについてきちんと、公表して、でそして関係を持ちませんとかですね、さまざまなことをやったり、あるいは、取り締まりをしなきゃいけないと、もうそれが全くぐちゃぐちゃのごちゃごちゃになっているので、地検の特捜部のような方がこんなむちゃくちゃな入れ方は宗教弾圧だと、そういうところまで、反日政党、そして、メディアは踏み込みすぎちゃっていますよということを、この2つの記事合わせてですね、浮かび上がっているのが現在の状況ではないかと私は理解をしています。スパチャをガンサバイバーライダーさんから500円頂戴しました。ありがとうございます。提案いただきました、洞口議員をぜひゲストに、どうよ。会話にならないんじゃないですか。文化人放送では核ミサイルを準備しているとか言いかねません。ゲストに来てほしいという方いらっしゃいましたら、チャット欄にいっぱい書き込みください。スタッフさんたちがどう判断されるかは分かりませんけれども、はい、よろしくお願いいたします。私がサンモニの件に触れたのは、旧統一教会が反社、特に反日っていうところにちょっと触れて、教義についてはなるほどそういう部分はあるんですけれど、関連団体はあくまでも反共産主義を掲げた政治活動をしていますので、勝共連合にサンモニが触れることなく、反日のレッテルを貼るっていうのはちょっと厳しいんじゃないかなというふうに思った次第であります。